日本共産党の山添拓です。赤坂参考人、長谷部参考人、今日はありがとうございました。お二人に伺います。憲法は国民の自由と権利を保障し、三権分立の下で権力を縛っています。国会も国家権力の一つでありますので、憲法56条1項が3分の1の出席を求めているのも、特に多数派が審議や採決をないがしろにするのを防いで、乱用暴走させないための規定だと言えると思います。したがって国会の特に多数派による立法権行使の乱用や暴走を防ぐ上で、条文の解釈は厳格になされるべきだと考えます。一方で今日も議論になっております議員自立権というのは、国会の多数派の意思を強く反映するものかと思います。議員自立権を根拠に56条の文言解釈を緩めるのは、この意味でふさわしくないのではないかと考えますが、いかがでしょうか。赤坂参考人からでよろしいですか。はい、はい、赤坂参考人。はい、おっしゃる側面も確かにあると思うのですが、これまでよく指摘されてきたように、その議事運営のあり方を決める、これはできるだけその全会一致によると、全会派の承認合意が得られて初めて変えると、こういうその運営のあり方ですね、これとやはりセットで考えていく必要があるのではないかと思います。この3分の1の定則数というのが確かにそういう機能を果たしうる側面もあるのは確かですけれども、しかし冷静に比較的に見れば、憲法上そういった定則数が厳格に定められて、それが文字通り守られていると、運用されている国というのは少ないわけで、ある教科書にはもう定則数という観念自体捨てられつつあると書かれているぐらいで、むしろその合理的な運営ルールとして定則数をどう考えるかという問題も別にあるのではないかと。そしてその運営のあり方として、そこでその全会一致ルールというようなものを合わせ考える、それをその重要性を今一度その意識するということが重要なのではないかと考えます。長谷部参考人。どうもご質問ありがとうございます。ご指摘のとおり、憲法56条大変純則としての性格が濃い、そういう色彩が濃くて、答えを明確に決め切っている規定なのだ、というそういう考え方は、妥当な考え方なのだと思います。ただ答えを決め切っている純則のようにの規定であるからといって、いつもいつもその通りにしなくてはいけないか、というそういう問題なんだろうと思います。これ外国の話で恐縮ですけれども、1971年イギリスで罰効果判決という有名な判決があるんですが、これは当時のイギリスではですね、道路の交通規則で緊急車両が赤信号を通過しても構わないという明文の規定がなかったで、それじゃあ消防車はどうするんだ、救急車どうするんだということが問題になって、当時の ロンドン の, 消防局が消防署員に対して、赤信号でも事故が起こらないように気をつけて通過するんだという通達を出したところ、これが違法なのではないかと、ということが議論になった、裁判があります。ただそこでは裁判所はやはり通過しても構わない、すぐそこで火事になって、上の階で助けを求めている人がいる、目の前の信号が赤だからといって止まるわけにいかないではないかと、今そういうわけでございまして、やはり純則としての性格が強い規定であっても、それをいつもいつも守るべきなのかというのは、やはり時と場合によるのではないかということではないかと思います。山添拓君。ありがとうございます。私が文言解釈を緩めることに慎重であるべきだと考えますのは、明文規定に反する国会のあり方がすでに存在しているからであります。で、憲法53条はいずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならないとしています。少数派の召集要求権、少数派の召集要求権であり、内閣に召集義務があります。で、ところが2020年7月と21年7月野党が求めた臨時国会の召集を安倍内閣、菅内閣は拒み続けました。赤坂参考人は、危機的状況においてこそ議会審議が重要だという指摘をされました。私もその通りだと思います。
しかしこれに反する実態が現在あります。このことについて両参考人のご意見を伺いたいと思います。赤坂参考人。おっしゃるとおり、その危機的状況においては審議すべきだというのはその通りで、その、臨時会の、請求というものが、招集要求というものが、じゃあその危機的な状況と関係するかというと、それはまた一つ別次元の話ではないかと思います。ただその、その憲法上を定められた、臨時会というものを確かに開催しなかったというのは、これは 私個人としては問題があると考えております。長谷部参考人。53条に関わりましては、実はいくつか訴訟が提起をされておりまして、実はその一方の原告側の、原告側で意見書を提出している人間なもんですから、あまり個別の問題について申し上げない方がよろしいのではないかと。ただ学会の通説は赤坂参考人がおっしゃった通りであると、というふうに私は考えております。山添拓君。最後にもう一点伺います。オンライン国会、オンラインによる出席を解釈で可能とした場合、どのような場合に憲法上許され、どのような場合許されないか、その判断の基準が曖昧にならざるを得ない点はあるかと思います。でオンラインが不要な場合にもオンラインでやるとか、オンラインでも不可能な場合にまでオンラインでやれるようにすると、それが議会の多数派によってそういう事例が生じうるかと思います。その歯止めについてすでに議論もされていますが、それぞれご意見を伺えればと思います。赤坂参考人。歯止め、議員自立権というものはその、議会が自らの議会の審議の在り方について、適切と思うように、組織できるために認められた権限ですので、それが違うように行使される場合の、明確な歯止めというのは設けられておりませんね。そこで先ほど申し上げたその手続きを決めるときの全会一ルールの重要性といったものを指摘させていただいたんですけども、こういったものと合わせることで、ご指摘のような懸念を少しでも軽減するという方策しか現実的にはないのかなと考えます。長谷部参考人。大変難しい問題ではございますけれども、やはりこの種のやはりギリギリ例外的な状況でどうするのかと、ということについて、やはりこの国会議員の各会派の先生方の間で、それ相応のコンセンサスが形成できないというのは、これそれ自体が日本の議会制の危機ではないかと。そこは壊れないように先生方にご努力をお願いをすると、ということなのではないかなというふうに私は考えております。ありがとうございました。